昭和43年3月、金鬼楼事件発生。ライフル銃を乱射し、2人を殺した犯人は人質を盾に静岡県寸又峡温泉街の旅館に立てこもった。民族的差別に追い詰められた末、その孤独が爆発したやりきれない事件であった。縦2メートル、横4メートル。大作ライフルマンはその事件直後一気に書かれたものである。画面を構成する人物は事件の深刻さとは裏腹に、どれも皆操り人形のユーモアを漂わせている。鶴岡正男、61歳の作品である。ライフルマンという作品は、はい、大島さんの映画のために鶴岡さんがお書きになった。そうですね、ちょうど金鬼楼事件が起きた日にね、一緒にやっぱり新宿の酒場におりましてね、私どもはすぐその2台車を連ねてね、助監督なんかに運転させて、もう夜通し走って砂松町行きましてね、もちろんあの現地近づけませんからね、そのまま帰ってきまして、また酒場へ行きましたけどね、ちょうどもうあの行く時も鶴岡さんにいらして、で僕が映画にしたいななんて言ったら、俺も絵を描きたいなんてね、じゃあその絵を使わせてくださいねなんて話をして、でまた帰ってきたらやっぱり鶴岡さんいらっしゃいました。ああそうです、ちょうどあれですよね、あの昭和30年と言いますと、あの学園紛争の年で、もう世界中があの若者の反乱で荒れた年ですから、はい、もう酒場もすごく荒れてましてね、あの鶴岡さんもなんとなくあのヒッピーのね、あの先祖みたいな人でしたからね、大変張り切っておられましたね。そうですか。すごくこう明るい家ですよね。だからこの写真にも鶴岡さんニコニコしてますけどね、はい、すごくまあ当時61歳ぐらいですか、でも元気で機嫌良かったですね。この絵自体はあれはなんかその温泉の中に入ってる絵なんですか。そうですね、あの鶴岡さんあんまりその自分の絵に関しては語らない人でしたけど、あれに関してはあのこれは草強いとこっていうのが、酢の又良いとこ一度はおいで、おいの中でも花が咲くよ、よ言ってないようなことで、それでこう体のせいやなんかぐにゃぐにゃ。そうですね、だから金鬼楼がいる上に、なんかベトナムの黒人兵士が降ってきたり、あれなんですかね、あのベトナムの女が降ってきたりするんですか、でお周りがいたり、とにかくみんな酔っ払って浮かれてるという感じ。じゃこの時期はそのもう、ね、鶴岡さん重いテーマでもこういうなんか一度自分の体の中で消化してこうユーモラスに表現なさる。そうですね、だから鶴岡さんの絵っていうのは常にこの二重の性格があったと思いますけども、こういう連中をこの笑い飛ばすと同時に、なんか自分もやっぱりあの登場人物の一人で、まあ、そういう自分も笑っているみたいな、でもこの時はあの非常に豪快に笑えてたんじゃないでしょうかね、世の中が荒れてましたから。今日スタジオにこう絵をお持ちいただいたんですけど、これ大島さんとっても大切にしてらっしゃるとかで、でもパステルとは思えないようなすごい強烈な色彩ですね。これはあの技巧る、あの人形芝居のまあ人形のつもりらしいんですけどね、あの大変強いですよね、はい、あの鶴岡さんの中の非常に強い一面が出てるんで、僕はすごく好きで、僕あんまりその友達の絵をあの自分で持つの好きじゃないんですけど、まあ、これはちょっと買いまして持っております。割合安くお買いになって。そうですね、その頃はねもうあの申し訳ないような値段でしたからね。まあ25歳も年上の鶴岡さんですね、はい、お知り合いになった最初は、もうこれはねちょうどその金鬼楼の時の2年ぐらい前だったと思いますけども、自然にまあ酒場で知り合いまして、何だってもう戦後の美術の上ではね伝説的な方で、僕なんかやっぱり若い時にすごくあの衝撃を受けた覚えがありますか、あれが鶴岡正男かなんてことで初めはコワコワ見ておりましたけども、まあ、大変あのざっくばらんな方なんで、まあ、しかし今から思うと大変なエネルギーっていうか元気があったと思いますね。60になってね、まだ我々と調子を合わせてね、夜中までボンゴを叩いてね、踊ってねやってられたわけですからね、すごいですね、迫力がありました。なかなかそのあんまり絵の話とかね映画の話とかそういうのはできませんでしたけども、むしろなんかいろんなことで面白かったですね。
それと何て言うんですかね、あの鶴岡さんがいつもこう考えたことってのは、なんか自分がこう思い切ってこう道元になろうというかピエロになろうというかね、そういうことでなんか事態が変わるんじゃないかと。だから一番最初に踊り出すのも鶴岡さんだったし、一番最初にボンゴと味出すのも鶴岡さんだったみたいな。じゃあサービス精神みたいな、そういうものもありましたね。それとやっぱりああいうなんか強い絵というものがね、どう関わるのかだろうなんてことに僕はすごく興味ありましたけどね。なんとなくその頃はやっぱり酒場でそんな話を聞くのも野暮だったん、今から思えば聞いとけばよかったと思いますけども、当時はただとにかく一緒に機嫌を上げてたという感じですね。やっぱりあの年で機嫌を上げられたんですから大したもんだと思いますけどもね。1907年明治40年鶴岡正雄は群馬県高崎市に生まれた。小さい頃から絵や工作が好きであった彼は、小学生時代すでにはっきりと絵の道を志している。たまたま読んだゲーテの叙事詩ヘルマンとドロテアに強く触発されたことがきっかけであった。15歳で太平洋画界研究所に入り、井上長三郎や愛光らと交わる。このことが彼の画家としての方向に大きな影響を与えた。昭和10年、ヒゲの連作を発表。当時の彼の姿勢をうかがうことのできる作品である。男のつるんとした頭には排泄物を思わせるような毛髪が乗っている。そしてヒゲは一つ一つ丁寧に埋め込まれたピストルの弾である。その風貌から男は明らかに軍人であることが知れる。昭和12年、それまで鶴岡正雄を中心に活動していた絵画グループノバが解散する。会員のうちに召集され、あるいは戦死する者が多くなったためである。中国大陸では盧溝橋事件が勃発。日本は破局に向かって後戻りのきかない坂道を転がり落ちていく。そしてこの年、鶴岡正雄自身も王将、水彩絵の具一式を持って中国へ出征する。絵の具は一度も使用されないまますぐに干からびてしまった。しかし彼はその絵の具をただ一つの心の拠り所とするかのように、戦場でも絶えず身につけていたという。昭和20年3月、東京大空襲。彼の前半生の分身とも言うべき作品は、ただ一点を残して全て焼けてしまった鶴岡正雄38歳の時である。今見ていただいたヒゲの連作は当時の雑誌から複写したものなんですが、たった一枚これなんですけれども、焼けずに済んだ作品が、友人の画家の松本俊介のご遺族のお宅にありました。これは昭和10年28歳の時のヒゲの連作の一枚です。こう怒りもなんていうかこうファシストっていう感じですね。僕はあのこれの、ね、実物を初めて見たのは、あのもうお亡くなりじゃない、あの病院に入院される年ですね、あの51年だったと思いますけど、喜怒哀楽っていう画廊で見ましてね、これが隅っこにちょんとかけてあるのね、これよっぽど僕が盗んで帰ろうかと思ったぐらいね、これは素晴らしいもんだと思いましたね。なんか私今年もね、あのパリのポンピドーセンターへ行きましてね、あのレアリスムという展覧会を見てきたんです。あのちょうどあの、はい、第二次世界大戦に入る前のね、ヨーロッパ美術の大展覧会なんですけどね、やっぱりその時代の絵描きっていうのはすごい絵を描いてるんですね。やはりこの風刺刀であり、やっぱりなんかうめきでありね、まあ、こういうのだと本当にそういう問題意識にね、完全にこのつながってたんじゃないかという気がしますね。この目の
なんかこうクリクリした輝きという、それとですね、僕はやっぱりあの節って言ってしまうとね、非常にこの浅はかになるんで、節というともう相手をただクールに見てるだけでしょ、鶴岡さんの絵っていうのはいつもその相手を見てると同時になんかその中に自分がいるんですね。だからこのやっぱりヒゲの中にもね、僕はあの自分がいると思うんです。つまりやっぱりこういう戦争になってこういうヒゲのやつらがこう威張ってしまう、そういうのにですね、やっぱりこう戦えできてない自分というかね、なんか自分もやっぱりそういうヒゲの仲間でもあるというようなね、そういううめきみたいなものが聞こえてくるんですね。だからさっき言ったその第二次世界大戦前のヨーロッパの絵描きの絵なんかも見ても、これやっぱりその迫り来る戦争のに対する不安と同時に、やっぱりそういう中でこう自分たちがこう大敗していく、その大敗みたいなものの感情をブワッとこう出すわけですね。そこになんかすごいこの外と自分自身の中とのこのせめぎ合いみたいなものがあるんですね。だから鶴岡さんの今のヒゲなんかもすごいせめぎ合いがあるんで、やっぱこういうのをね、他の絵を随分たくさん見たかったという気がしますね。で、まあ、彼はあの昭和18年ですか、相光だとか松本俊介なんかと一緒に新人画会というのを作って、まあ、戦争中の、まあ、ささやかな抵抗をするわけですね。まあ、後になって鶴岡さんはその当時、まあ、人間として、まあ、最低のことをやっただけだというふうにおっしゃってますけども、やっぱりそれがね、あの時代にできたっていうのはすごいですね。大変なことですね、はい、本当にあのその松本俊介なんかの絵もやっぱりすごいと思いますけど、ただまあ彼のなんかはむしろ人間の孤独みたいなものがずっとこうひたひたとしたして、それがまあ一つの抵抗になってるわけですけどね、鶴岡さんのはもうちょっとやっぱり強いんですね、ある意味でね。このヒゲに見られるように明らかにこの押してこっちからもこう押し出していくという、あそこまで押し出せたっていうのはやっぱりすごいんじゃないかという気がしますね。この絵を描いて2年後にはまあ彼自身を押し押して中国行くわけですけど、そうですね、やっぱりそういうこともやっぱり見通してたんでしょうね、おそらくね。その時代の絵を見たいけども、まあ、彼の絵だとかそれから斉藤芳さんの絵だとか、まあ、随分やっぱり貴重なものが失われてますよね。空襲で焼けてしまう、そうですね、もったいないですね。この時代のものって本当に見たいと思います。